おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾雅弘です。あなたがビジネス英語で初級者から中級、中級からなかなか上級者へ行けない。TOEIC も700点から800点前後なんだけれども、どうしても900点まで達しない。そういう方はいらっしゃいませんでしょうか？そういう方がいらっしゃいましたら、自分が今まで勉強してこられた単語や語彙、文法などを実際に今使う機会がどれだけ持っているか、何時間使っているかっていうのをチェックしていただきたいと思います。その時間を把握して、なおかつそれに1.5倍、それぐらいの時間を話す時間、もし2時間以下の週で言えば、2時間3時間以下の方であれば、それの倍ぐらいを話す時間が持てるように取り組んでいただければと思います。英語はコミュニケーションの道具ですので、ある一定の高さ、文法語彙を習得した方、850点前後の方がもう一つ上に行こうと思えば、どうしてもそれを実際に運用すること、使って人からまた返されたことに関してすぐまた返す、その反応力の速さも必要になってきます。それがだんだんできてくると、反応力が高いということはリスニングもしっかりできていますし、自分の語彙や表現もすぐその状況に応じて適切な語彙をピックアップして、文法に載せてしっかり出すっていうことができているっていうことにもなりますので、逆に言うと、その850点前後の方が900点を超えるためには、その運用の力をこう発揮することが必要になってきます。それを練習して身につけて、成功体験を積み上げて慣れてくる。そこまで、いけば900点は自然と超えてきます。ですので、もし中級でずっとなかなかある一定の点数を TOEIC でも超えることができない、そうお感じな方がいらっしゃいましたら、こういった朝のビジネス英語勉強会ですとか、レッスンでも結構です。また英語のコーチングなどでしっかりそれができているかどうかっていうのを定期的にチェックする、勉強法を確認する、弱点を確認しながら取り組むっていうことも結構だと思いますけれども、自分が今まで学んできたことをどれだけ使っているかっていうのをチェックして、もしその量が少なければ、それを確実に増やすこと、それを行うことで、TOEIC 900点超えは、普通にできますので、ぜひお試しいただければと思います。それでは頑張ってください。失礼します。